ここからは自民党の岸田総裁が9月末に任期満了を迎えることに伴う総裁選について伺っていきます、うん、田崎さん、今回の都知事選とそして都議補選の結果が総裁選にどのように影響するとお考えですか。僕はやっぱり大きな影響を与えるだろうと思います、うん、で最近やっぱり新聞報道あるいはテレビの報道を見ていても 2,3 日1回は誰かが自民党の議員の方がね、総理に けじめつけなさいみたいな、やめたらどうかとか、国会開会中はあんまり考えられなかったことが、はい、うん、2,3 日間起こってるわけですよ、うんうん、これは非常に異常な現象です、うん、で僕は岸田さんは、うん、8月の後半には出馬するのか、うん、それとも出馬を断念するのか、うん、判断せざるを得なくなるだろうと思います。なるほど。で8月の前半は難しいのは、うんうん、原爆の日の記念式典が広島と長崎である、あ、また中央アジア訪問もあると、うんうん、で15日は終戦記念日です、はい、その頃まではやっぱり政治的には判断を下しづらい時期なんで、うん、しかし8月15日が終われば、うん、8月の後半というのは特に大きな政治ってなありませんから、はいはい、岸田さんはそこで自分自ら出馬本当にするのか、うん、でもきっと出馬したらこれ負けますよ、これ、うん、岸田さんは負けか、今の総裁選で負けるって意味ですよね。そう、総裁選で負けるか、負けてもいいから突っ込むのか、うん、それともこの間の全ての責任を取って出馬を断念されるのかという決断が8月の後半だろうと思います。田崎さん、でもね、その今世論調査を見ると政党内閣支持率と自民党の支持率というと自民党の支持率の方が低い調査もいくつか出るぐらいで、はい、昔はその内閣支持率下がっても党の方が上だった時にはなんか自民党の中にもほのかとしたなんか余裕みたいなものが最近それもなくなってきている中でですよ、はい、ここはもう端的に伺いたいんですけれども、新総裁をもし9月に選んだらすぐ解散しないと、これはもう鉄板のパターンですよね。そうですね、新総裁を、はい、例えば石破さんになったりして、石破さん新総裁ですぐご主義相場で解散する、これはもう自民党の必勝パターンだとしたときに、ポイントは新総裁になったら自民党の支持率上がりますか、これまでのパターンが今回もきちっと機能すると思いますかって、ここの部分に疑問を疑問を述べる人が、特に2009年の自民党惨敗の選挙を経験している人以前の人たちから結構出ているように僕には聞こえる。いかがですか、はい、それは総裁選の戦い方そのものだと思います。なるほど。立つ方が覚悟を持って、うんうん、とにかく自分が党の在り方を変えるんだ、はいはい、国を変えていくんだ、うん、ということで、うん、それぞれ激しい論争の末に誕生するならば、うんうん、一定程度の効果はありますし、なるほど、かつ立候補する方々のメンツですよね、はい、で、はい、今までよく見た人がまた出たねよちょ、そういう形だと世の中の人はあまり反応しない可能性もあります、うんうん、だから出るどういった方が出て、うん、その方が何を訴えるか、うん、それによって変わってくるんだろうと思います。それはこの中例えばバッと見た感じこういう感じで言うとね、総裁選にこれまで立候補したこと、はい、まあ、新庄さん出たことないし茂木さんも出たことないし小林孝之さんも出たことないんだけれども、はい、あれ河野さんありますよね。だからその辺のこういわゆる新顔が出ないとダメだと、こういう意味、それだけじゃなくてなんか別の何か新しい対立軸とか新しいスローガン同士のぶつかり合いとか、どういう総裁選があるべきだというふうにご覧になってますか。僕はこのそれぞれの主張は、はい、しっかり掲げて出るという前提で、はい、申し上げると、はい、どういう人が出ると、うん、世の中の人が反応しやすいかって観点で言えば、うん、女性か若い人だと思います。なるほど。女性って高市さん、だから岸田さんが、はい、出馬されないってことになれば、うん、上川さんは出やすくなりますよね。で高市さんも意欲を示されている、はいはいはい、わけで、うん、その女性か、うん、あるいは若い人、うん、若い人っていうのは年齢的に言うと50歳以下の人たちだろうと思います、はいはい、うん、大阪さん自民党の総裁選ね、関係内容で言って関係あるわけじゃないですか。要するに敵の対象が変われば戦い方も変わるし、もしかして岸田さんが続投したらすぐには解散しないだろうから、解散総選挙は来年になるかもしれないっていう、そしたら来年は総選挙、参議院選挙、都議選っていうトリプル選挙の年になるんですけれども、
大阪さんから見た時の自民党の総裁選、野党と立憲民主党として、ね、どういう総裁選を、まあ、自分たち勝つためにって話になっちゃうんですけど、どういう総裁選を期待するんですか。まず1955年以降ですね、はい、自民党は党内で首をすげ替えることによって刷新感を出してね、うんうんうん、議事政権交代でなんか新たな党に生まれ変わったみたいなことを常にやり続けてるわけですよね、はい、うんうん、いい加減これにはやっぱり国民の皆さんもそんなことじゃ政治変わらないんだっていうことをですね、やっぱり分かってもらわなきゃいけないと思いますね、はいはい、今地元歩いててもこれ人口減少とんでもないと、これ一体なんでこんなことになってるんだって円差の声ですよ、うん、なるほど。それから円安でもう物価高、うんうん、この間もお豆腐屋さんも輸入大豆が 1.5 倍になった、豆腐の値段 1.5 倍にできないじゃないかって、はいはい、大阪さんどうしてくれるんだ、うん、だからこの議事政権交代に騙されないっていうことがですね、うん、私は今回の総裁選の一つの大きなポイントだと思います、うん、誰に変わろうとも、うん、岸田さんが続こうとも、うん、議事政権交代やってきた結果が今の日本じゃないか、うん、これはダメだということをですね、うん、私は言いたいですね。そこの部分でさっき田崎さんに伺ったのと同じ話になっちゃうんですけどね、新総裁になっても自民党の支持率が上がらない、上がるか上がらないか、ここなんですよ、うんうん、そこのこれまでは、まあ、菅さんから岸田さんに変わったのが直近ですけれども、うん、物の見事にポンと上がったじゃないですか、うん、それで解散してで一気に持っていかれたっていうね、今回例えばじゃあこの中にいる人、石破さんでも小林さんでもいいですよ、そういう人が新総裁になった時にこの人たちが持ってっちゃう可能性っていうのはないっていうふうに断言できますか。これはもう日本の政治性に関しての国民の有権者の感覚に対するどういう見方をしているかって話になるかもしれない、まあ、一般論としてご祝儀相場っていうのはありますので、ね、はい、ご祝儀相場あるのはこれはどの世界もありますから、うん、はい、それはあると思います、うん、あとは私はマスコミの対応も大きいと思いますよ。なるほど。ここをねクローズアップしても常に総裁選だ、うん、総裁選だってやればそれは関心高まって、うんうんうん、変わればまた国民の皆さんもおお変わったなっていうことで、まあ、ある種拍手する人もいるかもしれない、うんうんうん、だからそこはマスコミの皆さんがどう冷静に見るかっていうことも私は大事だと思いますね、うんうん、そこはね、はい、マスコミのせいじゃなくて、うん、同じ時期に立憲民主党の代表選があるわけですよ。そこね、はい、だから、うん、自民党が総裁選をやることは決まってますし、うん、はい、立憲民主党も代表選やるわけですから、うん、立憲民主党が自民党総裁選に匹敵するようなね、うん、代表選にしていけばいいんですよ、うん、それぞれはみんな立って、僕は大阪さんも立候補されればいいと思うんですけれども、うん、そこで議論を戦わせて、うん、自分たちは自民党に負けられるくらいの政党なんだというのを見せればいいんですよ、うん、それは全くその通りで、うん、だから我々もきちんとした議論をしてですね、うん、代表選はやるべきだというふうに思いますね、うん、その案こそこそして何かこう、うん、かえってそのなんていうんでしょうかね、地下に潜るようなことをやるっていう気はさらさらないです、はいはい、うん、立憲もあれですよね、代表選出馬って推薦人20人でしたっけ。そうですね、20人でしたよね。20人ですね。ちょっと多くないですか。大変じゃないですか。まあでも前回も20人の推薦人で3人、はい、なるほど、候補が立ってますので、まあ、そうですね、そうですね、その辺のところっていうのは少しルールをもうちょっと規制緩和しようなんていう雰囲気は今のところ党内には全くないんですね。そこは今のところないと思いますね。ないと思います。そうそう、若い人たちが立ちにくい環境ではないかっていう、そういう感触を僕はずっと見ていて思うんですけども、そうでもないです、うん、なるほど。今の反町さんのご意見も踏まえてね、うん、そういう実態なのかどうかはね、うん、きちんと検証したいと思います。音喜多さん、はい、音喜多さんいかがですか。自民党総裁選に関してどういう今見方で見ていますか。まあ、敵方の対象出てくるとき、まあ、その国のとか社会全体を考えれば、はい、やっぱ世代交代というのが望まれているんだ なというのがまず前提として思います、うんうんうん、でその選挙を考えても、はい、なんかこの知名度がなくても若い方っていうのは、うん、今一番強いんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱ知らないっていうことが期待になる時代なんですよね。それって石丸ブームと同じって意味ですか。まあ、要は無党派層みたいな消極的でいけば投票に行くよっていう、でも新しいものを期待してるっていう人たちが、まあ増えてきてるというか、投票行動を今回起こすことが証明されて、はいはい、彼らは知ってるから入れるわけじゃないんですよね、うん、何かやってくれそうだから、うん、未知だから期待をして入れると、うん、知名度があるから選挙強いっていうのが多分もうだんだんこうなくなってきていて、この間衆院補選も乙武洋匡さんが出て、うん、圧倒的知名度があるにもかかわらず、うん、やっぱり衆票はダメだったんですよね、うん、やっぱりもう知ってるからもうなんか想像ができてしまって期待ができないと、うん、よりは例えば コバホークさんとかは、はいはい、世間一般的にはそんなに、これ野党の間でもコバホークって呼ばれてるの。はい、すいません、ちょっと
怒られるかもしれないですけど、どうぞどうぞ、すみません、ありがとうございました、続けて、スコーホークさんみたいな、はい、でも若くてシュッとしてて、はいはい、あ、見たことないけども、はい、なんかやってくれそうみたいな人にすごく一気に期待が集まる可能性っていうのは非常に高いんじゃないかと思いますけどね。ただ田崎さん、総裁選って党員投票と国会議員票じゃないですか、はい、世の中でこうわーっとコバホークすげえな、どうなんだろうかっていうふうにこの SNS でわーっとブームが起きてもね、これが党員票と国会議員票につながるかどうか。ただ小泉さんの時には違いましたよね、うん、でとりわけ今回違うのは、はい、やっぱ派閥として残ってるのは麻生派と、うん、あ、せいぜい茂木派ぐらいまでですよね、はいはいはい、だから派閥のほとんどが多くが解消された状態で迎えるから、うんうん、議員の自由意思によって投票されるようになる、なる部分が大きいわけです、はい、全体じゃないですけれども、うんうんうん、そういう意味で、誰かに注目が集まるとさっと確かに行く可能性はあります、うん、はあ、それは例えば今回 の、 その石丸さんみたいな形でね、仮にですよ、はい、例えばこの小林さんがそういう形でその総裁選なのになぜか国会議員とか党員に対する働きかけではなくて国民に対する発信を SNS 等々でバーッと始めてね、はい、で国民の間から彷彿としてって言葉が古いな、まあなんかわわっとこうね、うんうん、小林ってなんかすげえんじゃないかって話が割り上がって、それが世論、あの国会議員票とか党員票に影響するようなか世の中にあるんだけど、総裁選になる可能性っていうのはどの程度今の自民党の中であり得るというふうにご覧になりますか。これね、来るときは一気に来ますから、はい、8月の後半から総裁選は一気に本格化するだろうと思うんです。なるほど。で総裁選挙は おそらく、ね、9月8日告示の20日投票になる可能性が高いんですね、うん、12日間、はい、で総裁選の投票日は、はい、自民党の総裁公選規定で、うん、自民党総裁の任期切れ10日前までってなっていて、はい、任期は9月30日なんです、はい、そうすると投票日を20日から29日までの間に設定しなきゃいけないんですね、うんうん、で最も早いのが20日なんです、うん、そして運動期間12日間確保するためには8日、はい、告示になるんですね、はい、だそれが最も早いケースで、うん、2回前、3回前はそうだったんです、はい、菅さんの前回は9月29投票だった最も遅いケース。なるほど。あれは菅さんが総裁選前に解散するって構えがあったんで遅らせたのだけなんです、うんうんうん、だから常識的には9月20日投票の可能性が高い、うん、そうすると8日に間に合わせるためにはもう8月中に態度表明しなきゃいけないということになるだろうと思います、うんうん、8月に態度表明をするということはまさに岸田さんが出る出ないというのはいわゆるこう後出しじゃんけんの有利さを考えるとね、岸田さんは自分が出るにしても出ないにしても表明は8月末ないしは9月にかぶってもいいぐらいな、ね、ギリギリまで自分が、ね、はい、現職総裁ははっきりさせた方がいいですよ、うん、これだけ党内でいろいろ声が出てるんだから、うん、それを受け止めてやるっちゅうのはやるでいいですよ、うん、でもまあやらないんだったら、ね、やるでいいですよそしたらね、岸田対反岸田の戦いになりますから、なるほど、それはそれでいいんですよ。なるほど、うん、その時の岸田さんのその何て言ったらいいんですか、戦い方のね、表の理由っていうのは大義としては例えば政治と金の問題は通常国会での 法案を提出するのでそこをもって仕上げたいとか、何しろ11月のアメリカ大統領選挙があってアメリカもいろいろ激動もする可能性もある中で、あ、外交の安定が必要だとか、まあ、そういう表向きの理由はいろいろあるんでしょうけれども、党内向けのね、国会議員票の多数派を獲得するための最大の切り札になるのは自分は選挙しないよっていうカードじゃないですか。でも自分は選挙って来年10月には任期が来るわけですからね。いやだからその半年ぐらいはっていうその程度の話でね、いずれにしても来年の都議会議員選挙の前になって、それこそ森さんが辞める展開になったみたいな時の考えると、とりあえず半年は一生懸命やってみたいなんて、そんなことが通用する世界じゃないですよね。と思いますよ。通用しないと思いますよ、それは。でも自民党の中には明らかに来年選挙は先延ばししてもらった方が助かるという人、例えば清和会の100人、はい、そういう人たちは今年の秋の選挙よりも来年の方が補正もやるし本予算もやるし外交も変化するしいろんなものもあるでしょうって考えた時に、そこまで例えば政治と金の問題の、言葉悪いけどほとぼりが冷めるかもしれない、はい、そういうことを期待する自民党の中の議員数ってのは一定数いると思うんですよ、いかがですか、はい、気持ちの中にはある人いると思います、うんうん、でもやっぱり本当に来年10月任期が満了するわけですから、はい、そこまで引っ張るっていうのはもう選択の余地がなくなってきますからね。
選択権があるのは今年の秋から来年の前半ぐらいまでですよ。なるほど。で来年7月には公明党が非常にやっぱり注目している参院選や都議選があるわけですから、僕はそれとダブらせるようなことはしないだろうと思いますけどね。ここからは野党第一党の立憲民主党代表選と総選挙について伺っていきます。立憲民主党の衆院補選後の選挙結果をまとめました。こちらです。4月28日の衆院補選3連勝、その後宮城県の名取市長選まで市長選挙で6勝1敗という結果となっていました。今回の知事選、都議補選では1勝3敗という結果となりました。大坂さん、ここまでの選挙結果をご覧になって泉代表の評価というのはいかがでしょうか。まずこの間の選挙でですね、多くの皆さんに応援いただいて、本当に心からお礼感謝申し上げます。今回の東京都の知事選は、非常に残念な結果になったわけですけれども、それにしても多くの方に頑張れっていう声掛けをいただいていることに対して本当にお礼申し上げたいと思います。私の今の立場はですね、党の代表代行ということで泉執行部を支える、全力で支えるという立場でありますから、今この段階でさまざまなことを言及するというのはですね、控えるというのは私 の、 今の状況かなと思ってますね。茂木さんみたいなこと言わないでくださいよ。茂木さん、そんなこと言うんですか。なんか今のところこう党を支えるって、最近その雰囲気もちょっと薄くなってきちゃうな。でもただ私はですね、この間の泉代表の動きを見ていてですね、参議院選挙の後なんか相当やっぱり厳しかったと思うんですよ。そこをですね、歯を食いしばって耐えて頑張って、非常に今党内もなんていうのかな、こういい状況になっているというふうに思いますのでね、この間の泉代表の努力頑張り、これは私は大きく評価をしてますね。忍耐ですよね。忍耐です。本当蓮舫さんとすごかったですもんね。そういうことがありました。驚きましたよ僕。そうですね、こういう空中戦で SNS でこんなに擦り合いするのかっていうのはね、でもそういうことも含めて、しっかり耐えて頑張って、今日に至っている。そして今回のこのさまざまな選挙結果ですから、私は本当に泉代表頑張ってるなというふうに思います。田崎さんはその立憲の代表選、どんなふうな展望でご覧になってるんですか。立てる人は立って、本当に議論したらいいと。で、泉さんがよくやられてるということなんですけども、僕が立憲民主党の議員と話していて、それほど敬意を持ってらっしゃる方は多くないんじゃないかと思うんです。だからもうそれならば、もうオープンに議論して、ここが違うんじゃないの、あそこが違うんじゃないの、っていうようなことを言い合って、それで新しい形を作っていくのがいいんじゃないかなと思います。なるほど。それはこうなんて言うんですか、泉さんが代表になった時にはね、田崎さんね、泉さん代表になった時には、要するに立憲共産党とか言って、その枝野さんが敗北してね、その流れの中で、じゃあちょっと若返りで泉さんで行こうかって、こんな流れがあって今まで来てるというふうに、表面上に見えてるんですけれども、そうですね、今 の、 その党の情勢とか、その議席予測とか見ると、もしかしたら本当に結構いっちゃうかもしれないぞっていう見方も、ちょっと停滞気味かなと思いながら、一時そうい う、 こう格闘議席も150とか170とかって調査があるようなないような、こういう話もあったわけじゃないですか。そう考えると、今度の代表っていうのはもしかしたら総理になるかもしれない。そうです、そういう見方も少し出てきてもおかしくないですよね。そうです、そうです。そういう見方からで代表、立憲の代表選を見たときに、じゃあ泉さんなのか、ここの部分です。どうお感じになりますか。僕は泉さんがベストなのかって言われると、ちょっと言葉に詰まりますよね。だからもうちょっといろんな人の顔を見て、そこで判断したいって感じですね。なるほどね。大坂さん、泉執行部の代表代行としてコメントしにくいのは分かるんですけれども、総理を次の代表選っていうのは千載一遇のチャンスが来ているっていうふうに野田さんこの間この番組来た時におっしゃったんですけれども、もしもそれが本当に千載一遇のチャンスが目の前に戻って、政権奪還、政権復帰のそのチャンスがもし目の前に薄くてももし見えるとしたら、その可能性をより濃くするのが今回の代表選だというふうに僕は思っています。どうですか。そういう見方もあるでしょうね。ただ誰がその代表になるならないはここで議論すべきことではないと思うんですが、泉代表今50代少し前ですか、40代後半ですか、
世界のトップリーダーから見れば決してその見劣りする年齢ではないし、逆に年齢が高いかもしれないという側面もあるわけですから、その立場になればそれはしっかりいろんなことをやっていくと私はそう思います。まあね、イギリスのブレアみたいな、ね、労働党政権の時のその時の例なんかもあるんですけど、でもあの時は労働党っていうのはブレアを対してバックベンチャーってシニアスタッフがこう完全に支える形で入ったからこそ、あれ11年でしたっけ、政権が持ったと思うんですけれども、まあ、いろんなパターンはあると思いますよ。特に立憲さんの場合にはどちらかというと後ろからこう足を引っ張るのがなんかちょっとお家芸的なところってないですか。さあ、それはうがった見方だと思いますね。すいません、はい、やっぱり私は2009年のですね、はい、あの時の経験をやっぱり踏まえている人が一人でも多いうちにですね、やっぱり政権交代っていうのを実現すべきだと思うんですね、あの時やっぱり反省すべきことはいくつかありましてね、はい、やっぱりみんながそれぞれ頑張りすぎたんですよ。あれもやる、これもやる、あれもやる、それ美化しすぎ、もう、どうぞどうぞどうぞ、美化しすぎかどうかは別にして、はい、やっぱりそういう側面はあったのは事実です、はい、私遅れて、あの時内閣へ入りましたので、最初の3ヶ月ぐらいある種冷静に外から見ることができたので、やっぱり頑張りすぎっていうのはもう相当に問題だと思いますね、でそれぞれの役所でなんかいいことみんなやってるんですけども、それを全部足し合わせると最適になってないわけですよね、バラバラですよ ね、だからそういう反省もありますので、そのことがやっぱり分かってる人間が一人でも多いうちにですね、やっぱり今の政権交代っていうことを実現したいっていうのは私の思いですね。本石田さん、立憲の代表選どんなふうにご覧になってますか。まあ、他党のことなのであんまり多く申し上げることはありませんが、まあ、イギリスの労働党が今回政権交代を果たして、これ言われていることの一つが、まあ、かなり労働党は一時期左傾化が激しかったんだけども、中道に戻ったことで、まあ、かなり多くの支持を得て政権交代につながったということも言われていますので、まあ、ちょっと今立憲民主党さんと共産党さんの距離感というのがみんなこうどうなのかというすごく関心を持っていて、このままやっぱりまあ都知事選挙と国政は別だから、この立憲党共産のこの協力体制でいくのか、それももう少しそれは見直されて中道の方が代表になるかで、これは我々日本維新の会も国政選挙に臨むスタンスが変わってくると思いますので、その点は非常に注目をしています。はい、維新の4月以降の選挙結果を見てみますと、こちらです。藤田幹事長のお膝元である大阪大東市長選挙で公認候補が敗北するなど、9つの選挙で勝ったのは大阪の大市長、羽曳野市、門真市の3つ、昨日の都知事選では候補者を立てることができず、都議補選では2つの選挙区で2敗を喫しました。音喜多さんも精力的に都議選の応援演説に行かれていましたけれども、今回の2つの選挙結果というのということで、総選挙の戦略というのは維新はどうなるんでしょうか。まあ、そうですね、やっぱり選挙で今負けが非常に多いということは真摯に受け止めなければいけないというふうに思っております。ただ、まあ、都議補選とかについては、やっぱり 都議とか東京都内の1人区で勝つ、地方選の1人区で勝つということは、この自力はやっぱりまだないというのが、まあ、正直なところですので、やっぱり地方議員の数 もう全然立憲さんとも共産党とも、まあ、全然劣るというのが実情ですから、まあ、これは本選に向けてしっかり仕切り直していくしかないというふうに思います。やっぱりこうした負けが込むとどうしても執行部違反ということも出てきますし、党内浮き足立つということはそれはもう事実としてあると思います。ただ、だからこそですね、しっかりこうまとまってですね、まあ、戦略を練り直し、やるべきことをやっていくと、これはもう魔法の杖はありませんので、そこはもう落ち着いてやっていくということが大事だというふうに思います。小選挙区の戦いにおいて候補者調整、選挙協力とまで言いますが、候補者調整あればすごく有利になるだろうなというふうに簡単には思うんですけれども、今立憲さんとの間でその話はね、まあ、ないわけじゃないですか。野田さんが立憲の代表になったら、野田さんと維新って幸せなんかいろいろ人間関係の張り聞いてると親和性高そうに思うんですけど、どうなんですか。まあ、野田さんとの親和性があるかないかではあるとは思います。そうですよね。まあ、野田代表になったからそれが一足飛びに進むか、それは分かりませんし、でも選挙区調整非常に難しくて、やっぱ足し算が1足す1が2にならない世界もあって、やっぱ野豪をしていると見られたら既存の支援者が離れていくっていうところと、あと今回の東京都知事選挙の結果なんか見てると、やっぱり無党派、その政党 この好きだ嫌いだとか、あるいはこの離合集散とか選挙のために手を組むとか、こういうこと自体に権をしている無党派層という方々が、立憲と維新がとりあえずその政権交代とかのために手を組むということをどう見られるのかということも、まあ、よく考えていかなきゃいけないというふうに思いますので、まあ、それは結構難しい問題だと思いますね。そうするとやっぱり基本的には次の総選挙っていうのは野党第一党をめぐる戦い、まずこの
なんていうの、挑戦者を決めるっていうね、うん、はい、準決勝だか決勝だかもしれませんけど、そこの戦いだというふうな意識が維新さんすごく強そうに見える、うん、ただまあ今馬場代表も述べていたように、はい、まあ、今過半数割れ、はい、こちらの方が優先順位が高くなっているというのが事実だと思いますので、割合としてはこの準決勝までやって、うん、その後決勝戦だということを申し上げてきましたが、うん、やっぱり今自民党政治がおかしいんだと、うん、裏金問題も解決できない、この政権交代が必要だという機運が高まっているわけですから、うん、そういった意味ではその野党第一党という目標はまだ掲げてますけども、うん、まあ、過半数割れということも同時に掲げているわけなので、うん、これはしっかり戦略的にどういう優先順位強弱をつけているのかということは、うん、考えなきゃいけないなというのは思いますね。一方自民党との関係なんですけれどもね、こういう話が、うん、まあ、今出てるわけですよ、はい、これ維新の東西対立みたいな話で僕ら面白がって言うんですけれども、まあ、吉村大阪の方の大阪府知事の吉村共同代表は与党入りしたら維新は消滅する、うん、維新の独自の価値観政策は大事であると、うん、一方維新の馬場代表は連立入りするか閣外協力するかパーシャル組むのか、うん、いろんな連携の形はある、うん、まあ、言葉はいろいろ政治家なんで選ぶんですけれども、はい、まあ、これ田崎さんに伺った方がいいのかな、田崎さん、この維新の東西対立、自民党との距離感の温度差っていうのはどういうふうにご覧になってますか。うん、これはあくまで総選挙の結果を踏まえて起きることなんですよね、はいはい、だから総選挙の結果がどうなるかっていうのは、うんうん、本当にその時にならないとわからないんですよ。結果が出てから出てから吉村さんのようなことが言えるのか、うん、はい、馬場さんの方が生きてくるのか、はいはい、それは端的に言えば自民党公明党で過半数を取れるかどうかなんですよ、はい、で取れない可能性が取れない時にどうするかっていう問題なんですね、うん、なるほど、でそれも例えば国民民主の足し算で済む範囲の負け方なのか、はいはい、もっと大きく分けて、どうしても40必要な場合は、うん、はい、その維新の数がなければ、はい、政権を維持できないと、うん、政権獲得できないとなれば、うんうん、またやっぱり違った局面になりますから、うん、結果次第だと思うんですね。おとぎさん、いかがですか。やっぱりちょっとこの議論、はい、まあ、僕らの方があれこれ聞くからこうなっちゃうんだと言われたらそれまでなんですけど、だけど明らかに東西対立でね、自民党との距離感における温度差が出てますよ。どう我々理解したらいいんですか。まあ、代表の馬場が述べているのは、まあ、いろんな形があるという、まあ、聞かれれば可能性はゼロではないってことの政治家ですから、そういったニュアンスの中だと思います。まあ、私が党内で感じている雰囲気ですと、やっぱりその連立入りとかを目指すとかそういう声はあまりないと思いますし、やっぱりやったら維新に対する改革の期待感が失われるということは、それはその通りだと思いますから、それは結果見てて当然あると思いますけども、まず我々はチャレンジャーなんだと言い続けて、それ挑戦することが大事ですから、選挙が終わった後のことで連立をするとかなんだとかいうような時期では全くないというふうに思いますね。視聴者の方から大坂さんにメールが届いています。40代の男性から、私は蓮舫さんが無所属ではなく共産党の選挙協力を得ることもなく立憲民主党所属として堂々と出たら結果は全く違うものになっていたと思います。ステルス支援の自公両党との対決色を明確にし、小池都知事を既得権益の権化として対峙すれば無党派層のみならず、おのずと共産党支持層の票も得られたのではないかと考えています、というご意見です。そうですね、選挙に足らればってないんですよね、はい、うん、だからそのこうすればよかったんじゃないかということはいろんなパターンがあるというふうに思います、うん、ただ今回の選挙でやっぱり問われているのは政党が地方選挙にどう関わるかというところがですね、非常に大きな論点になると思っていますし、ただその国会ではやはり政党という塊で活動していますから、そこをどうやって研ぎ澄ましてですね、政党としての存在感を出していくか、政党として強ければいろんなことがやれるので、そこがやっぱり一番大きな今回の問題じゃないかなと思ってますね。はい、ありがとうございます。おときささん、はい、千葉県の男性からこんなメールしてます、はい、今回の石丸さんの躍進は根拠のある主張と個人的な魅力と熱意が有権者に共感共鳴したのではありませんか。国政の場では数の論理があり、政党に属さなければ何も実現できないということこそが国政をしらけたものにしているのではありませんか、うん、ってこういうメールが来ています。まあ、やっぱり民主主義ってのはすごく回りくどいし時間がかかるものだっていう前提があると思うんですよね、うんうん、カリスマ的なリーダーで魅力ある方がトップダウンでこうだって決めてくれたらすごく物事がドラスティックに変わって、まあ、いい印象あるかもしれないんですけども、うん、やっぱり失敗するとものすごくダメージが大きいので、はいはい、この民主主義という合議制の仕組みで一人のカリスマリーダーがいても修正していくという機会が与えられる仕組みができてきたと、まあ、このことはやっぱりしっかり伝えていくとともにですね、うん、ただその合議制の中でも例えば我々大阪では改革を進めてきましたし、はいはいはい、ちょっとずつだけでやっぱ前に進んでいくんだということを我々は見せていくしかないというふうに思いますので、うん、そこら辺をしっかり説明していきたいと思います。ではここで次期総選挙に向け我が党はこう戦うというテーマでご提言をいただきます。まずは大坂さん、お願いします。はい、
自民党のこの30年の政治を見るとですね、自分だけ良ければいいと、それから金さえ儲かればいいと、今だけ良ければいいっていう、これの繰り返しだったと思うんですね。その結果急激な人口減少、あるいは日本の科学技術力の低下、国家を支える基礎が揺らいでいるわけですよ。だから我々は人を大事にする政治、未来を見据えた政治、そして嘘のない、例えば公文書を捨てるとか国会で嘘の答弁をするなんてことをやらない、まっとうな政治へと、まあ、このことを訴えていきたいと思いますね、はい、ありがとうございます。では音喜多さんお願いします。はい、まあ、改革姿勢です、日本維新はやっぱりもう12年経ちまして、ベンチャー政党とはいえ、規制政党と同じように見られることも増えてきたんだと思います、やっぱり任せていても何も変わらない、古い政治だなと思われないために、我々はやっぱ改革政党であって現状維持を良しとはせずですね、常に変化を求め、より良い社会を作っていくと、こうした原点に立ち返ってしっかりと改革姿勢をアピールしていくと、これに尽きると思います、魔法のせいはありませんので、地道にしっかりと活動してまいりたいと考えています。はい、はい、ありがとうございます。田崎さん、お二人の決意をどのようにお聞きになりましたでしょうか。それぞれ政党の主張を、きちんと説明されて、維新の会はやっぱり改革保守的な立場だと思うんです、で一方やっぱり立憲民主党はやっぱり革新的な主張なんですね、だからこれはやっぱり選挙で問う以外ないなと思います、変に協力しないで、もう堂々と戦ってやるということだと思いますよ。